おはようございます。今日は1月の16日かな。で、昨日ねスーパー行ってお買い物してきた。もう冷蔵庫の中が汚いけど、散らかってるけど、いっぱいこう詰まってて気持ちいいですね。で、朝ごはんはね、この間買ったワッフルとまた同じなんだけど、この間のソーセージがあるので、これね、焼いていきたいと思います。めちゃめちゃシンプルだけど、いただきます。今日は天気が良くて暖かい、まあまあ暖かい、太陽が暖かいから暖かいね。なんか食べてるけどなんか葉っぱかなんか、多分木の枝だと思うけど、食べないでください。ふぅ、気持ちいいね。今日は若干青空もあって、はぁ、このね、トレーナー1枚で全然余裕。てかむしろちょっと暖かいぐらい。風は冷たいけど、日はね、直射日光が当たると暑いので気持ちいい。最近もちくんめっちゃ大きくなって、ちょっとね、もう巨大だよね。巨大なワンちゃんになっちゃった。ねーねーちょっとまだ12時半で、さっきね、ちょっと前にあの朝ごはん食べたばっかだから、まだお腹いっぱいなんだけど、まあ、お腹いっぱいでもないかな、あんまり食べてないから。でもお腹ちょっとまだ入ってるんで、今すぐじゃないんだけど、ちょっと焼きそば今日作ろうと思って、この間買ってきた焼きそばダメになる前にね、まだ大丈夫だと思うけど、20日まで、はい、なんでちょっと食べちゃおうと思って、お揚げもあったので、お揚げ入れちゃおうかなと思って。お揚げ入れたら変かな、どうかな、まあでも、変じゃないと思うから、ソース味のお揚げみたいな感じで、うん、大丈夫だと思います。で、今肉をね、解凍してるんで、あの豚バラをね、作っていこうと思います。できました。焼きそばめっちゃ美味しそう。お揚げはお味噌汁にしました。まあ普通に考えてお味噌汁が一番いいやと思って、ここに入れるとすごいボリューミーになりそうだったので、はい、お味噌汁にしました。ということで、ちょっと今は食べないけど、まああと1時間、30分か1時間したらちょっと食べようかなと思います。お昼食べてからまたまた時間が経っちゃって、またすぐご飯のあれなんだけど、なんかごめんね、今日ご飯のことしか全然取ってないんだけど、今日の夕飯はちょっとこれから用意するんですけど、この材料でタコライス作ろうと思います。これは日本から持ってきたやつなんだけど、こういうのはね、アメリカでも売ってるんだけど、日本の、なんだろう、日本のタコライスの味みたいな、若干変えられるので、はい、こういうパッケージになってるんだけど、はい、こういうので使って、お肉、ひき肉を炒めて、あとこういうのはトッピングなんだけど、タコライス作っていこうと思います。はい、せっかくなので今日はちょっとレシピを紹介しながら、まあレシピってほどでもないんだけど、タコライスめちゃめちゃ簡単なので。で、タコライスも多分日本で食べるタコライスっていうよりは、私のはあのこっちのファストフードでチポレっていうのがあるんだけど、チポトレっていうのがあるんだけど、そこで食べれるブリトーボールがすごい好きで、それ風のタコライスなんで、結構ちょっとメキシカン風の感じの、なんていうの、レシピっていうのかな、で作っていきます。まずちょっと玉ねぎと、これ何、トマトで、ピコデガヨっていうのを作っていくんだけど、ピコデガロって書くんだけど、ピコデガヨっていうのかな、ちょっと私もあんまりよくわかんないんだけど、トマトと、簡単に言うとサルサって感じ。サルサっていろいろあると思うんだけど、これはピコデガヨっていう、なんていうの、種類のものなんだけど、生の玉ねぎみじん切りと、あとトマトのみじん切りを混ぜて、お好きな人はなんだっけ、パクチーも、基本的にはパクチー入れるんだけど、私食べれないので、パクチーは基本的にいつも抜いてます。で、パクチー抜きで塩とニンニクのパウダーがあればいいけど、まあなくても大丈夫、塩と胡椒だけでも大丈夫なんで、作っていこうと思います。はい、ということでこんな感じで、ちょっとね、カメラの電池が切れそうだったんで、切ってるそこ取らなかったんですけど、こんな感じで両方ともみじん切りにしたので、混ぜて塩で味付けして、ちょっとこうピリッとしたのが良ければ胡椒でちょっとね足して味付けしていきます。で、次はこのひき肉分けてあったんだけど、多分両方使っちゃおうかな。
もうちょっと古くなってきてるので両方使っちゃいたいと思います。とこれね、タコスの素、多分日本、まあ普通に日本でこれ売ってるし、このバージョン SB のシーズニングミックス、これ多分100円で2パックぐらい入ってたかな。でもいいし、多分タコスの素みたいなの、あの輸入品とかでも結構安く売ってると思うので、こっちだと普通に70セントぐらいででっかいの売ってるんで、うん、多分見つけれると思う、なんか輸入系のお店だったら。それとこの後ね、ひき肉一緒に炒めていきます。できました。お肉こんな感じで結構あるんで、多分どうかな、3、4人分ぐらいにはなるから、明日のお昼にでも食べれたらいいなと思います。はい、ということでご飯を持ってね、ちょっと冷やしておいたので、盛り付けていきたいと思います。順番としたら適当でいいんですけど、レタス、ひき肉、あとこの辺トッピング系で、いつもサワークリーム使うんだけど今日はなかったので、ギリシャヨーグルト、こっちの方がヘルシーなんで味はほぼ一緒なんで、これ使ってきます。で、うちにこのサルサソースがあるので、これとあとこのタパティオソース、これはまあこの辺はタバスコとかでも代用が効くので、お好みでやってみてください。それでは盛り付けてきます。完成です。はい、ということで完成しました。最後ちょっとうちにチーズがあったので、この細かいやつね、チーズかけました。ちなみにめっちゃこうなんかすごい山になってるけど、ご飯はほんとお茶碗一杯ぐらいで、あとレタスとその他がこうキュッてなってるので、すごい山みたいになってるけど、はい、ということでよかったら皆さんも試してみてください。ということでいただきます。はぁ、これを楽しみにしてました。昨日買ったパンプキンチーズケーキ、これは解凍して食べれるやつなんだけど、先生が昨日解凍してくれてたので、こんな感じ。あー、めっちゃ美味しそう。これデザートにいただこうと思います。はい、今夜のお散歩から帰ってきました。久々になんか夜のお散歩行って、最近は暗くなる前に行くことが多いので、夕方まあ帰ってきてちょっと暗いかなぐらいの時に行くことが多いので、今日はもうね、時間何時だろう、9時だね、もうすぐ10時になるんで、こんなに遅く行ったのは久々なんで、ちょっとね、なんか誰もいないからさ、うちの近所ね、本当に住宅街だから、だから車も本当に数えるぐらいしか通ってないし、すごいなんか怖いっていうか、一人で行くの嫌なので、いつも先生と夜はね、まあ何かあった時に嫌なので一人じゃ行かないようにしてるんですけどね、夜はね、まあ星が超綺麗なので、ライトがやっぱないから、星がめちゃめちゃもうほんとプラネタリウム並みの星空なんで、それだけは楽しいです。はいということで、今日はこれがちょっとね、昨日から見始めてるんだけど、Netflix でアジンってあのアニメあるじゃん、であれを見てて、昨日シーズン1どこまで出てるかちょっとわかんないんだけど、なんか先生の友達がなんか結構見てるって言うから、じゃあ見てみようってことで見始めたんだけど、どれぐらい前見たかな、6話ぐらいまで見たかな、だからね結構見たんで、おっと結構見たんで、その続きを今日もこれから見ようと思います。はい、ということで、今日のビログこの辺で終わりにしようと思います。また明日のビログでお会いしましょう。バイバイ。